こんな形の機械生命体、記録にありません。からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。助けてくれてありがとう。ああ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。
このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ。そんなこと知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥビーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たちは。うるさい。君はトゥビーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥビーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルのナインエスタイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだ。ナインエス、うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ殺すわけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。くそ。ナインエス、頼む。トゥビー。